ヤガチャガチャンネル。あ、あれこの前これ突っ込んだら落ちなかったっけ、あれ違うのか。はい、というわけで皆さんどうも、ヤガチャチャというわけでございました。私ヤガミンことヤガミハヤテがお送りしております、アンチャテッド海賊王と最後の秘宝実況プレイ動画でございます。前回確かね、ここにね、あの車をはめたところで、また次回っていう感じにねしたのかなと思いまして、そちらの続きを見ていきたいと思っているところでございます。あー、なるほど。ってことはあそこに車はめたの大失敗じゃねえか。だってこれ車はめた後この段差じゃ車出られなかったもんね。どうなんだろう。だってこのレバーは多分今やっても動くわけもなく、で一回バックしたとこで、あー出せねえんだ。あ、ってことはこれこの時点でハマってんな。あ、出れそう。あ、出れるわ、やったぜ。でまずはこうして、でえ、なんでこれ出せないの。水に埋もれてるからとか、どういうカメラの視点これ。いや出ねえな。あ、出た出た。でこれをここに引っ掛けて、でこいつで、あ、動いてるね。動いてどうなってる。すごい勢いで戻ってる。あー、なんだこれ、今一瞬動いたよね。動いて、まあ見てなってって言われたけど何にもわかんねえよ。こうすると動いて、動いたことでどこに変、あ、水車が止まった。で動き出しちゃうんだ。バルコニーにウインチ、あれの上か。あそこだな、歯車がちゃんと噛み合ってない。それって直せそう。近くで調べないと。ああ、なるほど。でどっかしらからか上に登る方法を模索して、あ、ウインチを使う。あ、それが、それか。なんだので、これ出して、でバーチャファイターのアップデートがあったことをね、あの皆様にお伝えしてしまうという。これでよし。でこうして、お、うわ怖っ。でするとおかげで登れそうだ。お、ああ、ここあれか。で登ってガみたいに見えた。不愉快だったわ。でそこに木箱あるのワンチェックでしょ。壺んで、なるほど、これをこっちに持ってって、はい、でこうしていって、こっち側じゃなさげだから外に出て、でまだない、もうちょい登る。これはそこに向かって刺すでいいのか。よい、ほい。で
これで違うフロアに来たのかな、おそらく。位置関係は当たり前だろ。待って、思いついた。お、なるほど。オッケー、いいわよ。で、こうしてこうしてあげれば移動ができると。それじゃウィンチを外すわよ。いいぞ。で、これを押して、そこにガチャン。で、やったぞ。あー、エレベーターが稼働するのか。エレベーターが動き出した。早く乗って。マジかよ、今行く。今行くってどうやって？ここでいいの？おお。こういうこと？ほら、言っただろ。もう、どうする？太ったのかな。ってなんでもない。はいはい。おい。え？ナイト、気をつけて。伏せろ。車に隠れるんだ。俺が注意をそらせ。めんどくさ。弾あんまないのよ。弾あんまないのよね。よいしょ。どうしようかな。あと一人が限界だよ。いや、もうこうなっちゃった以上は、やべ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 、補充に急ぐしかないのよね。で、また帰って、おお、全方向じゃん。どうしよう。これ弾の少なさが目立っちゃう結果になるな。あーららっと。ここむずくない？で、まあ、とりあえず適当に落として。いやー、待って、いや、これやってる間になどんどん上のアンチが崩されちゃうから困っちゃうんだよな。まあ、それはどうせ乗らないでしょ。あー、終わったわ。生きとるのかい、生きとるんかい。で、よいしょ。とりあえず多分エレナが撃ってくれてるのが救済処置だと思うから、エレナのことも見ながら。もうないじゃん、だからこっちか。あー、違う。あー、側面が変わってくのか。ここなんだろう、今までやってきた中でこの海賊王との中で一番むずい。あ、残ってる。あー、ダメだ。いやー、これ怖えわ。待って、何回死ぬかわからんぞ。で、そうでしょ。で、一回ここでメイン武器に切り替えて、で、片付けてく。で、そう、次のやつらが出てくるからこいつらも片付けるスナイパーライフルお手の物っつってね。さあ、ここからの敵の配置が分かってない。
どっから上、あーずれた、当たるか。さあとりあえずこれでスナイパーライフルはもうダメになってしまったがっていう状態ね。でスナイパーいるの分かってるんだけど、あースナイパー、スナイパー、いやちょっと進展した状態からになってるな。助かる。でその後に一人スナイパー出てくるの分かってるわけだから、だからまずスナイパー以外を、あ違う待って、でうわー相打ち、相打ちだよ絶対今の。先にスナイパーやるか。いやこいつは邪魔だから、はい、これでどうだ、これでどうだ、もう勘弁してほしいんだけどな。どうだ、分かった、なんとかする。え、なんとかっつってもな、崖にジャンプして、崖にジャンプして、崖にジャンプして、あれこういうことで容疑で、待てよ、おいで、どっから来てる、どっから来てる、下からも来てない、違う、どこだ、いた、ちょっと待ってよ、はい、んでそっち側も、はい、んでとりあえず黙らせられるやつから、まだ生きてんのか、黙らせてって、いやー、あいつ落ちないな、落ちそうで落ちないな。さてまだ生きてんのかよあいつ。いやまだ生きてるし、あぶねー、おいグレネード頻繁じゃない、おお待って、えい、ちょっとこれ上上がってメイン武器の方がいいかも。終わらない戦いを選ぶぐらいならハイリスクだとしても、あとどこだ、ん、なんか定期的に音が聞こえるんだが、下に手榴弾、あーどこだ、前上がっていいってことか、おいおい、でラップに変えとこう、でそこの水辺はいられるのな、弾があるってことは。でバロックはちょっとあっち行きゃいいのか、だからどんどんこうやって、あ違う、こっち、こっからどうやって、 あった、はい、ちょっと待って、1回はこうして、届いてなーい本当にありえないね。
旦那が助けてきてくれると思ったらね、ロープの長さ誤って投身自殺するっていう。あ、そこか、そこね。でよいしょ、でそこから上登って、マジかよ、エレナが強い。なんだろう、エレナがただただ強い説っていう。本当？余裕っぽかったけど。今の騒ぎで疲れちゃった。そんじゃ選手交代。さあようやく先に進めましたよ。でまた。思ったんだけど、こういう仕掛けを作るのはお金がいるわよね。お宝残ってると思う。同じこと考えてた。あーなるほどね。うおー、一望できるさっきの仕掛けとかが綺麗ですね。こっちか。おお、あらあら、すごい泥が多いところに来ましたね。でこうして、いや待って、こういけるか。あー、もうちょっと手前のその泥っぽいところからこうで、こう、もうディズニーランドのアトラクションだよそれは。あー、よし、これでいけそうだ。で、まさか替えの服とか持ってるわけないよな。最高、飛行機にね。最悪いいコンビになったなぁ。おい、通れるんじゃない。でここか。おっと、一瞬お待ちください。はい、戻りました。これは間違いなく上行けるだろう。あ、意外と足抜かるんで行けない。あ、そういう感じじゃないのか。え、じゃあどこ行くんだこれ。こっち行ったらなんかもろもろ下っちゃうし、登ってきたところが無駄になっちゃうもんな。いやでもこのドアだよな。なんか登れるところとかねえのかな。なんか岩場的なものとか。間違えた、あぶねえ、あぶねえ、一瞬だけ見えたわ L1。 助かった。あー、これか、行くぞ。だこれを回すと、でも岩あったよね、通れないんじゃない。分かった、別のを試す。でそうか、これで、おーっと、予想通り、サスケじゃん。でこうか。そんじゃ2つ目っと。こっちはいけろよ。あ、水大丈夫か。まあ水は流れてるが道はあるって感じか。で、よいしょ散々だな今の動き。いいぞ。で、ここ通ってあげて戻れなくなり、これどうやって渡るの。右側からパワープレイじゃないの。こっち側からさ、行けそうじゃない？行くぜ行くぜ。抜かるんでる。行くぞ。へへへへへへ。あとちょっとだったよな。スピードが足りない。スピードが足りない。こっち側から？要は泥の方から行くのが間違いで。
変わんないね。スピードが足りない。上から降ってくればいいのか。だからここを登ってここをくぐってこうか。捕まれ。はい、やった。あれ驚いた。そういうことね。でよいしょ。もうどこを移動してんのか全くわからんよね。いけるか。いけそうだ。さてネイトは着いたと言ってるが、はしご？なんだこれ。お、建物があるぞ。誰の家かしら。それはきっとエレベーターの管理人じゃない？エレベーターの管理人って何？ああ、だって配属の持ち物検査とかあんだろ。はいはい。お宝か。あーと、なんか、あれ、ヤギが偉い壺。で、じゃあこれしかないのか。だからお宝を集めるための寄り道でしたよーっていう認識ね。オッケー。で、ワープしてくるから。エレベーターは動くかな。ここまではすごく順調。だからなんか嫌な予感がするんだ。順調だったっけ？水車が無事だから大丈夫よ。これか。おお、待てよ。これの仕掛けをなんとかせねばならんといかんくて、で掴むところ間違えなければこの水車は掴めそうだが、裏側に亀裂があったよと。お、それその出っ張りは掴めない出っ張りだろう。だからこれは2階に侵入するための穴と考えるべき。で、お、南京錠だ。だから車をエレベーターに乗せないとっつったって、エレベーターの、あ、調べられるの。よいしょ。ねえ、手伝って。なるほど、そんだけの話か。で、まあとりあえずよいしょ。くそ、ね、開けてるから車を、ね、なるほどね。さあというわけで長い連打ゲーが始まると。よし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 。ああ重い。でよし、ダメ元だ。お、動いた。これで3つ目。海賊も結構いい腕してるだろう。いや、どこに向かってんのかが全然つかめないね。まあ少なからずね。すごい、絵はがきみたい。確かに。これがリバタリアだ。景色を満喫しながら危険なバトルをお楽しみください。なんで気が変わったの？ん？だってほら、迷ったって。見るからに困ってるあなたを放っておけなかったの。それに結婚式で誓ったわよね。良い時も。いい奥さんじゃん、ネイト。ダメだよ、ごまかしてちゃね。え、ちょっとね、すぐにね、あっちの顔が見れないよね、なんていうような状況ではございますが、というところで、今回はこの辺で、また次回ですね、物語の続き一緒に見ていきましょう。ここまでのお相手は私、ヤガミンこと、ヤガミンハイテがご案内しました。ではまた次回動画にて。See you next time, stay tuned. Bye bye!